9時正午3時7時役立つ情報放送中見てねとことみちゃんも言っています 8月の区内の感染者数は4256名、1日当たりの感染者数は137名となり、7月と比較して2倍以上に増加しました。年代別では30代以下の若年層の感染が多く、全体の6割以上となっております。現在感染者の急増により 自宅療養にならざるを得ない方への健康観察の応援体制の強化を図るとともに、区医師会の医師による訪問診療を行うなど、区一丸となって対応に当たっております。 えー、この度、新型コロナウイルス感染症に関連する支援策のさらなる充実やその他喫緊の課題に対応するため、えー、新たたた。な補正予算を編成いししました新型コロナウイルス感染症対策としては国からのワクチン供給の減少により集団接種会場の開設期間の見直しが迫られたため 接種会場の運営期間延長などに要する経費を追加いたします、えー、たくさんの接種を打つように体制を整えたんですがなんつったってワクチンが来なければ打ちたくても打てないわけでそうしますと、えー、1日に打つ本数が減ります、えー、時間をかけてゆっくり進まなきゃならんということで、えー、これから11月12月とお年を明けても こういうういい体制をを続けざるを得なかかもししれまません、まあ、そうした経費がかかります新型コロナウイルスのこの入院患者の急増へ対応としては入院医療費の確保を行うほか患者を搬送するための体制強化感染症患者を受け入れる区内医療機関に対する補助の拡充を行い 重症化を早期に防ぐ取り組みを継続してまいります総額39億300万円の補正予算を第3回国会定例会においてご審議をお願いするものであります <music>、えー、まずは接種状況ですが本区では9月7日までに 1>, 1回目の接種を終えた方は61.1%、2回目の接種を終えた方は50.1%となっております。次に、新規予約の受付開始についてですが、国からのワクチン供給の減少により、新規予約が行えない状況であるため、個別接種会場での 今後の予約状況を踏まえたワクチンの接種数の再積算や新たにモデルナ社製ワクチンの供給を調整してまいりましたこれらの取り組みにより一定量のワクチンの確保ができたため新規の予約受付を開始いたします、えー、なお 若年層の接種機会の確保のため、ファイザー製ワクチンについては、39歳以下の優先予約を行います。モデルナ社製ワクチンについては、保育所の感染症対策のため、区内の保育所に勤務する職員の接種枠を設けます。 次にこれまで本区が行った取り組みについて、えー、2点ご紹介いたします。まず、えー、妊婦さんの優先予約については、いち早く優先予約を実施し、1000人以上の方が予約ができました。また、寝たきりの方などの自宅を訪問する、巡回接種については、現時点で、 51名の方の方接種を予定しております、まあ、ワクチンの接種については、まあ、かなりまあスピードを上げて、都内でも接種率は非常に高い状況で推移をしております。えー、若い方々にも、ワクチンをいっぱい、何とか国の方から供給してもらって、えー、たくさん早く、えー、打ってあげたいと。 いうふうに思っているところでございます。江東区ではそのまあ相談センターの状況など何か手を打っていらっしゃるか教えてください。それなりにあの人員を揃えましてやっております。で万が一区に通じない場合は都の方にもかけるようになっておりますから、まあこれからの対応ですけれども今現在もまあ相当保健所としては。 失神、まあ、であの患者さんに対対すする、えー、対応しております、まあ、あの自宅で待機している方々をできるだけ早く、えー、医療機関に入院できるように手筈も進めておりまして前はあのなかなか入院につながらないということが多かったんですが最近は、えー、自宅では無理だなというような方は病院の方に 入院できるように、えー、かなり進んでおりまして、まあ、あの医療機関も入院枠を増やしてベッドを増やしてくれておりますから、まあ、区内でもいくつかの病院はベッド数を増やしたこと、まあ、それから新たに例えばあの上等病院のように、えーえー、コロナ専門の病院に変えると入院患者はコロナだけというような形に まあ変わっていきますので、まあ、そうしたところで、区内にそういう病院ができますと、まあ、区民の方々が入りやすくはなっていることは間違いありません。まあ、保健所の業務は大変ですけれども、本当に寝る時間ほとんどないくらいに、毎日、懸命な努力をしていただいておりまして、まあ、おかげさまで、えー、患者さんとも感染者の方との対応はあ全部取れております。 こうそこへの対応というか対策みたいなので今考えてらっしゃることなどというのはできるだけまあ人員を増やすことで今やってるんですけどね、えー、なかなかそのお医者さんあるいは保健師さんいないんだよ、まあ、これが困っちゃってるもういればどんどん私は雇えとお願いしろというふうに言ってるんですけれどもなかなか捕まらない。 この辺がまあうちに限らずどこの自治体も苦労しているところだと思います。本区出身でカヌー競技に出場したセリュモニカ選手は9月4日に行われた決勝戦で7位入賞いたしました。大会前にはセリュ選手の出身小中学校及び地域カヌークラブや 中学校カヌー部などの皆さんからの応援メッセージ入りフラッグを贈呈しみんなの思いをセリ立選手に届けていました今回は残念ながら目指していたメダルには届きませんでした決勝戦当日私は表彰式のプレゼンターとして現地におりましたがセリ立選手が地元江東区の競技場で 全力を出し切って戦ったその姿と,とても誇らしく感動いたしました苦闘、えー、いたしましても区役所等に入賞を祝うお知らせを掲出しております終わってから、まあ、清流選手と話をいたしましたけれども、えーまあ、な涙ながらに、えー、悔しがっておりましたが三年後のパリを目指して えー、そこで何とかメダルを取りたいと、まあ、こういうように、えーまあ、言ってました幕、まあ、としてもこれからも皆さんと一緒に、えー、しっかりと応援は続けていきたいなというふうに思っておりますまた今回のスパラリンピック大会では学校連携観戦を実施する予定でしたが開催直前に都が求めてきた参加児童への PCR 検査への対応が 困難となったことや、感染状況を踏まええー、誠に無念でありますが、参加を急遽中止として、えー、しまいました。こうしたチャンスを意識してしまったことは、誠に残念で、えー、なりません、えー。こうした機会は、もう二度とない機会でありますので、まあ、今後、子どもたちの教育にも、このオリパラ教育を 結実させる意味でも教育委員会としっかりと今後の対応を考えていきたいと思っておりますまた9月2日には、えー、セリュウモニカ選手の出身校である深川小学校では6年生の子どもたちがオンラインでセリュウ選手が出場した競技を観戦し現地での応援は叶えませんでしたが画面越しに大きな声援を送っておりました 有明のこう施設を残すように交渉されているという,という話もされていましたがそちらの方の進捗状況をお伺いしてもよろしいでしょうか有明のアーバンスポーツパークについてはできるだけあれを活用して残していきたいという思いは変わらずに持っておりますで東京都としては今区と話し合いを進めておりますがあの,あの場所をオ,オリンピックのレガシーとして 残すべきだという主張に対して東京都も理解を示してくれてアーバンスポーツをあそこに、まあ、例えばスポーツクライミングなんかのボルダリングなんかを持ってきてあそこに作りたいというお話も今検討しているところですただこれをやっていくにはやはり都が直営でやるわけにはなかなかいきませんので民間事業者を募って その上で、あそこを運営していくということになろうと思います。まあ、今後、そうした方々、事業者を募集するというような、まあ、ことになってくるんでしょうけれども、そうなってくるときの問題点としては、まあ、経費、費用の問題とかですね、まあ、近間にマンションがあるんで、その騒音とか、 うーんまあ、そうしたことに対する理解を得られるかどうかということも大きな課題だという話もさせていただきました区としての施設の,その堀米パークの方はあのその後あのいかがほまあ今あ、場所を検討してましてね、夢の島、まあ、ここはあの住宅ありませんから、騒音被害とかありませんので、夢の島の陸上競技場、 と野球場の近く、あの辺の土地をなんとかいい場所を見つけて、作りたいいと思ってますであのオリンピック、パラリンピックに対して、あの東京都がいろんな施設、仮設も、高級施設も含めて作ったわけですが、うちの区から技術屋さんがあの何人も派遣をいたしました。あの江東区から あの何人も行ってお手伝いをしてきまして、いい経験してくれたんですけれども、その技術屋のメンバーがまもなく帰ってきますんで、そうした経験を持ってますんで、江東区の堀米パークなどを作る場合には、彼らが中心になって、作ってくれるだろうというふうに期待をしているところでございます。 国民の自主的な健康づくりを応援するため、日頃のウォーキングでの歩数や健康診断、各種検診の受診などの健康行動に対して、ポイントを付与し、抽選で昇進が当たる健康イベントを開催いたします。ポイント付与の期間の10月から来年1月までの期間で、 基準ポイントを達成すると、抽選で区内共通表進券や、ことみちゃんグッズが当たります。参加対象は18歳以上の区内居住者で、参加費用は無料です。募集人員はスマートフォンが800名、歩数計が200名の計1000名になります、えー。スマホアプリでは、 区ウォーキングマップの紹介や、写真投稿機能によるフォトコンテストなども予定しております。これにて、令和3年度第5回区長定例記者会見を終了させていただきます。本日はありがとうございました。